はい、こんにちは。パステルアーティストの水上です。今回はですね、先週にアップしました、基礎講座コース、認定講師コースについての、質問がですね、本当にたくさん来ましたので、そのお答え動画となります。はい。で、その個別にですね、質問していただいた方にはもう返答は進んでるんですけども、まあ、その質問の内容というのをですね、共有できたらいいかなと思って、今回こうして YouTube に撮ることとしました。はい。では、ちょっとね、その質問の本題に入る前になんですけども、まず、基礎講座コース、認定講師コース、すでにですね、お申し込みいただいている方もね、いらっしゃいまして、その方へですね、お申し込み、ありがとうございました。はい。もうすでにですね、第1回進んでいる方も見えまして、まあ、第2回、第3回とね、これから進んでいくわけなんですけども、本当にね、楽しんでいただけてるかなとは思っております。はい。まあ、僕はですね、めちゃめちゃ楽しんでおりましてですね、まあ、約2時間ぐらいのこう講座になるんですけども、まあ、本当にですね、という間に終わってしまってですね、本当にまあ第2回第3回と、僕も楽しみにしております。はい。なので引き続きこれからもよろしくお願いいたします。はい。では本題のですね、質問のお答えの方へ行きたいと思います。はい。ちょっとここからはですね、書類紙を見て、お答えしていきますね。はい。まずですね、質問が一番多かったものなんですけども、講座がですね、一応5作品書くことになるんですけども、その5作品毎日やることになるんですかというお問い合わせがね、一番多くって、それに対してね、まずお答えは、僕の予定と生徒さんの予定と合わせて進めていきますので、どうしても5日間毎日やりたいわということであって、僕の予定があれば5日間連続でもすることはできますけども、まあ、どちらかというとこうね、マイペースに多分やっていきたい方が多いと思いますので、例えばね、その方がもう毎週火曜日とか、木曜日とかにしかちょっとこう予定がないわという方であれば、まあ毎週木曜日、毎週火曜日みたいな感じでですね、やっていくこともできますので、まあ、とりあえず、ペースはですね、僕の予定と生徒さんの予定と合わせながら1回目、2回目、3回目と、続けてやっていくということになりますので、はい、本当にゆっくりやろうと思ったらゆっくりできますし、もうギュッと詰めてやろうと思えばギュッとできるということがお答えとなります。はい。そしてですね、2つ目の質問なんですけども、期間ですね。まあ、先ほどの頃5日連続みたいな感じで、ちょっとこう、被るところもあるんですけども、どれぐらいの期間かけてもいいんですかという質問がありまして、まあ、これもですね、本当に、キュッとやりたい人は、本当に5日間連続でやることも可能ですし、まあ、ちょっと1ヶ月に1回ぐらいしかできないわということであれば、5ヶ月かけても全然大丈夫ですので、はい。まあ、これもですね、お答えとしては、マイペースにできますということであります。はい。で、続きましてのね、質問、これもね、とても多かったです。型紙ですね、型紙は、自分で用意するんですかというお問い合わせですね。はい。これもですね、本当に申し訳ないんですけども、前回の動画で言っておくべきでした。はい。型紙はですね、僕が用意します。はい。僕が用意した型紙を、送りますので、はい。で、それを使って書くことができるので、生徒さんは基本的に用意するものはいつも使っている画材があれば、ほぼできます。はい。ただですね、ものっていうか作品によっては、パステル色鉛筆とか水彩色鉛筆とかっていうのがあった方が書きやすいという作品もあるんですけども、はい。まあ、とりあえず、まあ、型紙に関してはですね、僕が、作ったのを送りますので、はい。まあ、それももちろん、込みのお値段となってますので、その型紙代がかかるというわけではないので、はい。なので、ご安心して、受けることができます。はい。そして、次の質問なんですけども、パステルライフアート協会に、すでに入っている方は、
もう入らなくてもいいんですかという、質問もありました。はい、もうこれもですね、入っている方はもう入らなくて大丈夫です。はい、またこの認定講師用として入らないといけないんですかと多分思われたと思うんですけども、そんなことはなく、はい、もうすでに入っている方は、はい、引き続きも入会済みということとして、進めていきますので、まあ、入っていない方はね、認定講師取るときは、まあ、どうしてもこういわゆるセット強制っていうことにはなりますけども、はい、なので、入っている方はもう OK です。はい、そして、入会後はですね、僕のモチーフが、その僕の教会ですね、僕の教会に入った方は、僕のモチーフがこうフリーで使えることが、できますという特典があるんですけども、まあ、それに対してですね、今回の認定講師を取った人しか使えなくなるんですかという質問がありまして、それもそんなことはなく、今まで通りですね、認定講師を取ってない方もまだ全然自由に使えることができますので、はい、ただ、認定講師という、まあ、肩書きとかですね、そういったまあ、名刺とか、インスタとかのプロフィールとかに、認定講師っていうものがですね、つけたいわとかいるわという方はですね、認定講師コースその修了証とかっていうものがですね、欲しいわという方はですね、ぜひ取ってほしいと思いますけども、まあ、今まで通りもね、講座をやっている方は今まで通りすることはできますので、はい、ここもご安心ください。はい、そしてですね、この、認定講師、基礎講座コースの、受付はどこですかという質問もありました。はい、それはですね、まあ、どこですかと聞かれるとちょっとこうね、ちょうどその LINE でですね、公式 LINE の方でこうお問い合わせ質問が来てたので、この LINE で OK ですよというふうにしてあるんですけども、まあ、当然その、ホームページとかにもですね、ある公式 LINE からでもお申し込みできますし、あとはあの Gmail の方ですね、メールからでも、もしくはインスタのですね、DM からでも、とりあえず僕の方にこう何らかこう受けたいですっていうふうにしてもらえれば、もうその時点で申し込み、受付ですね、受付はできます。はい、そして、申し込み先はどこですかと。あ、違います。これはさっきと一緒ですね。はい、これいつからスタートしてるんですかというその質問もありまして、これもすでに質問しております。すいません、すでにスタートしております。はい、なのでもうやりたいよっていう人がもしいらっしゃいましたら、もう本当にこの公式 LINE なり、メールなり、インスタなりで、全然受けたいですっていうコメントしていただければ、はい、詳細を返信いたしますので、はい、もうすでにスタートしております。はい、というぐらいかな、今のところ質問が。はい、なので、まあ4つか5つかあったと思うんですけども、とりあえずですね、本当に多かったのは、どれぐらいの期間ペースでできますかというところと、あとはその型紙ですね。はい、型紙も、自分で作るんですかとかっていうそのお問い合わせが本当に多くてですね、今更ながら思うんですけども、めちゃめちゃ説明不足でした。はい、その点はね、本当に申し訳ないです。これはどうなってるんだろうと、思いながら見ていた人も多分多いんじゃないかなと、今更ながら思うんですけども、はい、とりあえずですね、マイペースにできて型紙も用意しますので、はい、そして、申し込み受付っていうのももうやっておりますし、公式 LINE からメールから、やりたいですと、ご連絡いただければいいかなとは思います。そして、まあちょっとこう、まあ、前回にもお伝えしたんですけども、一緒にこのね、Zoom なり対面なりで、僕と生徒さんがこう一緒に書いていくわけなんですけども、でその時にね、書いた作品っていうのを、またそのプレゼントですね、郵送しますので、一応流れ的にはですね、その5回の講座の、5回講座があるんですけども、で例えば1回目をこう Zoom で受けましたと、はい、でその受ける前に型紙だけはこう送るわけですよね。はい、でその型紙を使って生徒さんと僕が、1回目の講座で書きます。はい、で2回目どうしますか、いつにしますかっていうふうにを決めて1回目が終わるわけなんですけども、でその時に2回目、何月何日に、これを書きますっていうのを決めて、でそれに対しての型紙
とで1回目に書いた僕のこの作品と、まあセットにして送りますので、はい、でそういう感じでこう2回目3回目4回目みたいな感じで進めていくわけですね。はい、なので、3回目に書く型紙と2回目に書いた僕の作品を、封筒に入れて送りますということになりますので、なのでまあ5回届くわけですよね、型紙と僕の作品が。はい、で、最後に終了書認定書という形になってきますので、はい、なので、その都度その都度終わるために次の型紙と僕の前回書いた作品が送られるという流れになりますので、はい、なのでまあね、書いた作品と生徒さんがで僕が書いた作品とちょっとこうね、見て比較してもらってもいいかなと思いますし、はい、あこうやって書いてるんだなとかっていうのも多分画面通してもねなかなか伝わらないところもあると思うので、まあ、直で見てもらえると僕もね、安心してこんな風に書いてますっていうのを伝えれると思ってますので、はい、まあ、なのでそこら辺も含めた、講座料となっておりますので、まあ自分で言うのもなんですけども、お買い得かなとは思っております。はい、まあ、なのでですね、基礎講座コース認定講師コース、まあ、その上の上級認定講師コース、ちょっとね迷われてるわっていう方は、まあね、まあ、決して安くはないとは思いますけども、決して、損したわと思わせない自信はありますので、ぜひ、一緒にパステルアートのね、発展もしくは、人生の、もうちょっとこう心豊かに楽しくっていうのもね、目標になっておりますので、そのお手伝い協力ができたらいいかなと思って今回この、コースっていうものを作りました。はい、まあ、なのでですね、これからまたどんどん質問とかあったらまたこうやってお答えしていきたいと思っておりますし、また疑問に思ったことがあれば本当お気軽に、ご連絡いただけたら嬉しいです。はい、まあとにかく、楽しくやっていきたいと思っておりますので、これからも、頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回の動画は以上となりますので、はい、また次回お会いしましょう。はい